ダッジマグナムやチャレンジャー、チャージャーと同じ LX プラットフォームを用いて2004年に登場したクライスラーのフラッグシップモデルがクライスラー300である。300もマグナム SRT8 と同じく最初はコンセプトカーとして発表されたが、最初から市場投入を想定していた点はマグナムと同様であり、市販モデルはコンセプトカーとほぼ同じディテールとルックスに仕上げられていた。当初ラインナップされた300のバリエーションは、下から300、300ツーリング、300リミテッド、そして 300C というものだった。エンジンは300が最高出力190馬力の 2.7 リットル V 型6気筒 DOHC、300ツーリングと300リミテッドが最高出力250馬力の 3.5 リットル V 型6気筒 SOHC、そして 300C が最高出力345馬力の 5.7 リットル V 型8気筒 OHV ヘミを搭載した。当初はそのパワーのみが取り沙汰されていた 300C のヘミエンジンは、低負荷時に作動気筒を半分の4気筒を休止させる可変気筒システムを備えており、燃費とエミッションの両面で大幅にその性能を向上させていた点が特徴。トランスミッションは 300C のみが5速オートマチックとなり、他は全車4速オートマチックのみの設定となる。ボディサイズは全長が 4999mm、 全幅が 1882mm という堂々としたもの。個性的なフロントマスクはどことなくドクロを思わせる迫力ある顔つきだ。当時ファミリー企業であったダイムラーベンツの E クラスとパーツを共用していたこともトピックで、実際その走りはヨーロッパ車に似た優れた操縦安定性を誇る。遅れて 6.1 リットル V 型8気筒を積む SRT8 というハイパフォーマンスモデルも追加され、2005年には北米カーオブザイヤーにも輝いたクライスラーの人気サルーンだった。